AK レーシング、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月10日日曜日、はい、今日は定休日でしたということで、すごいですね。史上最年少で完全試合ね、佐々木朗希投手13連続ね、ストライク三振、ストライクじゃない、13連続三振ね、20歳ね、あれだけ漫画みたいなね、世界だと思ってたね、大谷選手より若い子がね、もっと漫画みたいな感じで、マックス164キロ、で、150キロのフォーク、ね、すごいね。昔の漫画より漫画ですよね。もう足立みつるのね、野球漫画、ちょっと抜かれたんじゃないかなっていう世界観でしたということで、もう佐々木朗希投手見てね、イチローにそっくりだなって思うのは私だけでしょうか。はい、というわけでね、今日定休日でしたということで、昨日ね、久しぶりにいい売り上げが作れてですね、まあさすがにね、朝から晩までね、フル回転だったので、バタンキューとくたばっておりまして、本当はね、昼ぐらいから今日は調布にね、家具屋さん回りで椅子をね、試座ね、試し座りしに行こうと思ってたんですけれどもね、思いのほかちょっとダメージがあったみたいで、くたばっておりましたということで、で夕方からね、動き出しまして、仕入れといて、で電気屋さんでね、エディオンさんで、ゲーミングチェアが置いてあったので、まあ1種類しかなかったんですけどね、まあ、どこも大体こんな感じだとおっしゃってましたので、で AK レーシングね、まあ、よくいわゆるゲーミングチェアで有名な AK レーシングさんがありましたと。はい、これがですね、まあ、ちょっと座ってみたんですけれども、このね、頭のクッションと腰のクッションですね、まあ、それでこう支えて、こうゲームをするのであればこういいんでしょうけれどもね、目的が違いますので、別にゲームなんかしないんで、普通に仕事終わりとかね、休みの日に、YouTube 見たり、Kindle でね本読んだりするための椅子ね、腰が痛くならない椅子を探してるわけなので、ちょっとねそのクッション取っ払って奥にぐっとね座ってみたら、今度はね足がブラーンってなってね、自分の足のね短さを、痛感した、一コマでございましたということで、ちょっとねあぐらを組んでね座るにしたらなんかちょっと、違うかなと思いながら、あとホームセンター行ってね、まあ、ちょっと安めの、まあ、言ったらちょっとチャチーね、普通の、オフィスチェアですかね、あれを見たんですけど、もうそれだと今度ねこの背もたれがね浅すぎてね、ちょっとあれかなというのと、高さがね、一か八かもうね直で、まあ、ある程度厳選してね、もうアマゾン様でね、ポチッとして、来て、ね、出たとこ勝負で、もうええやないかなと思うようなね、流れになりました。6年前に買ったね、今のやつは、ニトリさんでね、ちゃんと座って、おベストやと、これやと、ただね、入荷までに時間があるということでね、1ヶ月ぐらい待ったかな。で、到着した、ちょっとお気に入りだったんですけれどもね、まあ、ボロボロになっちゃったんでね、どうしようかなと思ってるんですけども、ちょっとね今のね長屋生活6年間ではねお世話になったんで、今度のね犬小屋生活にそのまま連れてってね、まあ、それで、しばらく頑張るのもいいんですけれどもね、ただ新しいの買うと自分で組み立てなきゃいけないのと、今度のところね入るかなと、狭いんでね、そういう心配もありますという感じです。はい、まあ、ちょっとね久しぶりになんか新しい分野にね、ちょっとハマっておりますので、まあ、そちらの方でね、知見をね深める、いい機会だったかなと思いました。ちょっとねチェア、まあ、ゲーミングチェアだけじゃないけれども椅子の世界はね、まあ、オフィス、まあ、いわゆるオフィスチェアかな、結構深いもんがありますね。だいぶいろいろ進化、値段もねピンキリピンキリやしね、すごい世界だなと改めて思いましたということでね、ただもうね弱い今年43歳になりますので、もう足腰がね弱ってきますので、
一番ね、自分がくつろげる空間、まあ、いわゆる椅子ですよね、にはちょっとね、いいやつが欲しいというか、自分の体に合ったねやつが欲しいなと、ね、思ってちょっと物色してみた、1日でございました。まあ、物色って言ってもね、ゲーミングチェアを1個ね、試座しただけですけれども、まあね、まあまあまあこんなもんかという感じでございました。高いね、5万ぐらいしよったよ、値段見たら AK レーシング、あれを子供、まあゲーミングチェアだから子供がやってんのかなと思うとね、すごいなと、昔のねゲーム機買うよりね椅子の方が高いってすげえなと。大人が買うのか子供が買うのかね、まあ大人が買うんでしょうけどもね、使うのが子供が使うのかね、なんかこうねゲームの世界もえらい感じになってきたなという感じですよね。はい、で改めてね、その昨今のねメタバース等ね、いろいろ言われておりますけれども、まあ、仮想現実ね、まあ、SAO ですね、まあ、出てこ、ソードアートオンラインね、の、が、まあね、日本で言ったら一番わかりやすい感じだと思いますけれども、まあ、結局ね、何しようはね、本体はね、生身の人間なんでね、腰も痛くなるしね、飯も食わんにゃいけんしね、排出もしなくちゃいけないから、ね、完全にメタバースって言いますけれども、そっちのね、世界だけで生きれるわけじゃないので、まあね、完全にそっちに移行するんやったら、本当に、管入れながらですね、もう栄養も取りながら、メタバースの世界でご飯食べたら、それと同じようなね、栄養がいきますよとかね、そこまでになったらね、あれでしょうけれども、どんな世界がねやってくるのかなという感じです。まあ、とりあえずね、ウェブ 1.0 ウェブ 2.0、は一通りねやってきたわけなんですけれども、今度のねウェブ 3.0 ね、はどうかなっていう感じですよね。今ね、ブロックチェーン等は、2018年ぐらいね結構勉強したんですけどね、まあ、昨今流行ってるね NFT とがどうやってね飲食店とつながってね、まあ、そうやってマネタイズできるのかなっていうのはなんかちょっとぼんやりいろいろ今ねお勉強中でございますという感じですね。はい、まさかねまた、なんかブロックチェーン等をね、まあ、そっちの、まあ、いわゆる、Web 3.0 の世界、使えるのかなとまあ一応ねかじりますけど、まあね、ツイッターが出た時もどういう使い方したらいいのかなとかね、フェイスブック出た時もね、まあ、YouTube 出た時も、あれだし、インスタなんかね、最初はあんな機能なかったですからね、普通のただのカメラ機能、カメラアプリだったわけなんでね、最初にただのカメラアプリとして、ね、落としてたのをね、使わないから放置してたらいつの間にかね、SNS になってたみたいな感じですからね。まあ、どう変化するかね、どうそうやって大衆に広まるかっていうのはね、分かりませんのでね、まあそれで、まあ自分のね、商売と、まあどれだけね、こう、シナジー効果があるかなとかね、またはそれ単体でね、どうやってね、稼げるかとかね、まあ稼げなくてもね、別にこうやって本業はね、夜の居酒屋部門なので、まあ別にこの YouTube も収益がね、まあできたら、まあラッキーっていう程度でやってますので、いいんですけれども、まあね、そのウェブ 3.0 ねをかじっていきたいなと思いますという感じですね。はい、というわけで、まあそのね、ゲーミングチェア、椅子、だけでもねちょっと大変なのにね、そのそもそもね、そうやってメタバースの世界とか言ってますけれどもね、今から各社社会がね広がりますので、そのなんか基礎となるね、その媒体をまず手に入れられない人がいるんじゃないかなと思うんで、そう、一部のね金持ちだけとか、まあ、ある程度のね富裕層にしか広まらない世界なのかなとかね思ってみたりしますよね。でその富裕層の、ね、周りの世話をするのがね下々になっちゃったりするのかなとね、この富裕層がこのカプセルに入ってね、こうメタバースの世界に行ってる間、そのね、富裕層のお体をねケアするという仕事を下々がやるみたいな、そんな
ね、世界になるんじゃないかなと思ってみたりします。まあ、それか、まあ、完全ね、まあ、ロボットさんが、面倒見てくれるという、ね、感じで、あのドラえもんの、ね、映画でありましたけれども、もうね、あの機械のこのカプセルの中に、ね、入っとかないと、人間は、ね、役に立たないと。でロボットにね、世界を乗っ取られちゃうよというような、ね、世界になってしまう、感じになるのかなとかね、いろいろ思います。ということで、今日は、一日ね、くたばっておりましたという感じです。はい、終わります。